イスラム教の誕生。画像は、天使ジブリールから啓示を受けるムハンマドで、14世紀に描かれた、終始、預言者ムハンマド伝再録の細密が。聖地、メッカ。ムハンマドは、メッカからメディナに逃れた後、イスラム教共同体を組織し、再びこの都市に現れて、イスラム教の支配下に置いた。画像は、メッカのカーバとそれを取り囲むマスジドハラーム。 岩のドーム。ユダヤ教徒やキリスト教徒にとって重要な聖地であるエルサレムは、イスラム教徒にとっては預言者ムハンマドが夜の旅を行った場所であり、それを記念してこの建物が建てられた。現状三像。困難多いグホーの旅の果てにインドに到達し、バルダナーサのハルシャ王に艦隊された。旅の記録は、大東西域記にまとめられ、有名な電気小説。 最有機のもとともなった、ナーランダ寺院。創立は、グプタ町時代に遡るが、この時代までに、インド随一の仏教総合大学に発展し、闘争現状もこの地で、有意識派のシーラバドラに学んでいる。画像は、現在のビハール州に残るナーランダ寺院やと、マハーバリプラム。南インドのパラバ町の貿易港として発展した地域で、海岸寺院他特色ある。 ヒンドゥー建築が並び立った。画像はガンガーの降下ともアルジュナの苦行とも知られている浮き彫りで岩山に掘られたものとしては世界最大級を誇るドバーラバティ王国。チャオプラヤ川流域に門人が築いた国家で6世紀後半には国家体制の基盤がなされて仏教を授容し独特の文化を開花させた。画像は 現在のタイのプラパトムチェー国立博物館が所蔵する漆喰の仏像でプラパトムチェー寺院遺跡から発掘されたものシュリービジャヤ王国スマトラ島を中心にマレー半島周辺に交易権を築き上げた海洋王国で闘争議場が南海危機内放電で記録したように多くの寺院が立ち並ぶ大乗仏教の拠点でもあった画像は シュリー・ビジャヤ様式の、聖堂と金魚ん完全恩母殺像。法隆寺。聖徳太子により7世紀初頭に創建された寺院で、消防の後、7世紀後半に再建されたとされる。以後サインガランは、理彩に合わず、世界最古の木造建築物に認定されている。画像は、注文と五十頭を含む法隆寺サインガラン。天寿国集長。 アスカ時代を代表する工芸の一つで、聖徳太子の日である立花のオいラツメの発願で作成されたとされ、イカルガ中宮の字に伝来した、アスカの石像物。奈良県飛鳥村は、アスカ時代に戸が置かれたこともあり、いくつもの遺構が残るが、その用途が知られないものも多い。画像は、坂船石遺跡の小半型石像物と、亀形石像物で、 最明朝の二月空との関連があるとも考えられている。トゥバンの王村千安保。この王の元トゥバンはチベットを統一し、唐に習った律令体制を発展させた。画像は王とその二人の日である唐から来た文聖公主とネパールから来た地寸。唐の大僧。父地理園の後をついでに大皇帝となった大僧李政民は唐の律令体制を完成させ、 上岸の地と呼ばれる安定期をもたらした。画像は台湾国立呼吸博物院が所蔵する体操の肖像画。宝泉寺大仏。洛陽近郊の流門にある石窟寺院で仏教信仰に厚い側転、武功の命で造営されたもの。大仏の顔は側転武功をモデルにしていると言われる。パレンケ遺跡。この遺跡は マヤ文明の古天気を代表するもので、とりわけ、パカル王の墓所があった。碑文の神殿は有名である。画像は、パカル王の遺体に被せられていたカワセミの仮面。皇帝ヘラクレオスの栄光と左折。サーサーアン朝のホスロウ二世を下し、魔の十字架を奪い返したことで、東ローマ皇帝ヘラクレオスの権勢は絶頂に達した。しかしその勝利もつかの間。 さらなる強敵イスラム軍に大敗北を喫することになる。画像は15世紀の画家ピエロデラ、フランチェスカの壁画、真の十字架の歴史のニネベの戦いの場面。キリシア化。イスラム軍の猛攻で劣勢に置かれた東、ローマ帝国も、この新兵器を用いて、帝都の防衛に成功する。画像は、スキリチェス年代記の挿絵。西郷東国の安定。 7世紀のイベリア半島は、西郷とルネサンス、または、イシドールスルネサンスの時代とも呼ばれ、レケスウィーンと王の下では、西郷と法典の整備や、トレド協会会議の開催などの取り組みがなされた。画像は、グアラサールの宝物の一つである、レケスウィーンと王の宝冠。7世紀とは、西暦601年から西暦700年までの100年間を、指す世紀。 大陸前世紀末に、河北を再統一し、さらに南北朝の対立を解消した、ムカワチン軍閥出身の養子の遂が、内乱の末に崩壊し、軍有割拠の中からやはり、ムカワチン軍閥出身の出身の利子の党が内乱を収集して、統一王朝を建設する。党は建国当初は、モンゴル高原の東特欠の後人を排していたが、 第二代皇帝大総理政民はこれを屈服させて、厳支配に置き、党を世界帝国に成長させる。党は、不足点の武州にとって変わった一時期を含め、本世紀に最盛期を迎える。しかし、本世紀末の682年により、東突決は、党の支配より再び独立を果たし、党と南北に対峙するようになる。朝鮮半島日本日本では、 アスカ時代にあたる。フランク王国ローマ教皇、イングランドアイルランド西五島王国ブルガリア東、ローマ帝国随等北海朝鮮注釈出展。ありがとうございます。